人性もない。あれではただの化け物ね。哀れな姿。想定破壊、ナチュラルホリック。倒す前、ナチュラルガード。月下様のオーラ火力だと技は扱えても全く相手に届いていない。相手もオーラを温存する気はないみたいだし、かなり不利ね。あと、あれを使うのか。絶望の波動。一定のオーラ量を超えた攻撃以外は無力化し、無力化した分のオーラを自分のオーラとして扱う波動。質が高ければ高いほどその許容オーラ値は上がってくるけど、こいつはどこまでの代物か。あれを使われると温存ができないので好きじゃないんですよね。月下様、今からちょっとペースを上げます。残り30秒、早くて理解するのが大変かもしれませんが、なんとかついてきてください。お前みたいな狂人は五体満足にさせたらいけないのよ。風も止まったかな。そう、なら今からたくさん止まるから虫よけスプレーでも用意すれば。調子乗るなよ、腕残りだ。当たらないと力なんて無力に等しいと思わない？狂人だ。イメージは磁石ね。相手が近づいてきたら離れる。赤力を使うの。磁石で例えると私が A 力、相手が M 力として、相手が近づいてきたら自然と離れるようにする。1回くらいだろう。減るも負けないのに。うわー。守備や回避時は赤力を、攻撃時には炎力。自分のオーラの性質を変えて選択肢を少なくすることで思考の余裕が生まれます。自分のオーラ性質を変えるってどうやって？一番簡単なのがオーラの磁力性質を加えることですけど、正直わかりませんよね。うん、でも私の体でできるってことは別の方法でも可能ってこと。はい、相手のオーラ性質と反発する物質を想定支配で作ってオーラに混ぜてます。それを混ぜるか混ぜないかで赤力と炎力を調整してますね。これ難しくない？この目があれば相手の性質はわかります。あとは知識は後々ですね。今回はあの人に合う性質の物質を教えますので、それで戦ってください。なんて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 、すごい、まるで私の体じゃないみたい。さっきの攻防全攻撃命中して相手の攻撃を全部回避した。今のは相手が攻撃してきた時はオン、そしてその一瞬でオフにすることで 100% カウンターを成立させてました。大したダメージは入っていませんけど、これくらいですかね。1分です。あとは月下様に委ねます。生きるも死ぬも月下様次第。わかったわ、ありがとう。どうにかやってみるわ。さて、ここからは私の戦い。まずはソピラノス愛、それを自分の意志で出せるようにしないと。まず、オーラを体全体にまとう感覚。あれはまるで全身がぬるま湯に満たされるような、そんな落ち着いた感覚。そしてね、あれは一瞬だったけど感じた。脳に直接オーラをダイレクトに大量に流して一気に目の力を解放した。なるほど、この感覚覚えがあるわ。一回戦ビリアンさんとの試合で直前まで脳を使った時だ。確かにあの時、私は脳を無理にでも活発化させようとオーラを送ったかもしれない。次は情報、あの時みたいに情報を得る。そして私の強みである気楽で最善の策を出す。まだまだしい、第二オーラはマカ、それとあの爪にまとっているのが絶望のオーラ。やっぱりオーラ量は感知できないか。まあ、ですけど正確にはテーマです。ここをしっかり理解しておかないと誤差が出ます。テーマ、第2オーラは6属性でしょ。いや正確には7属性だけど。あれはオーラットに仕分けした6属性ですね。特殊属性はその6属性では当てはめれないものを全部特殊属性に分類しているオーラットすぎる認識ですよ。びっくりです。と、とりあえずその、テーマ、に反発する物質って何？そうですね。では今から言うことを連想し、できたらそれを自身のオーラに含めてください。なぜ圧倒的な A、これは究極の属性の能力を使った最強の姿ではなかったのか。何のためにこんなに憎い姿に。なぜ目の前のザコストですら崩せない。憎い。そうか、ちまちまと力をいつも通り小出しにしていたからダメだったのだ。もっとこの溢れ出るオーラを存分に使ってこその力。全部壊せばいいのだ。なに？いきなり気配が強く。この感覚、スイスの時と似てる。あの膨大な力を蓄えてる時の。あるものは全部使わないともったいない。あの時間の時間。でたらめすぎる。あんな高火力の技ホイホイ出さないでよ。スイスの時はあの火力の技を出すのに相手は結構溜めてたけど、
打ってたら出し欠になるわよ。そうか、もしかしたら勝てるかもしれない。結果だー、遊びましょう。いいわ、遊びましょう、存分にね。へぇ、一年ぶりに見た、強くなったのかな。あれが毒虫の新人か、暴れてるなぁ。あれがハエが言ってた究極の属性の宝力の力をまとった武器と融合して強くなる技術か。僕が一年間いろいろしている間に毒虫も周りも随分変わったみたいだ。だけど不思議なものだな。普段使ってる武器でパワーアップなんてね。武器は暗殺にとって大事な相棒、相棒と一体になって戦えるなんて感慨深いものだ。ハエも面白い技術を持ってきたものだ。一番の功労賞と言ってもいいな。さて、いつ戦況が動くか。偶然か狙ったか、私に代わってから近距離戦を一切してこないわね。いや、近距離戦でコテンパンにやられてるんだから当然といえば当然か、全然真の教えが生きてこないわね。でも確実に減ってきてる。1兆8000億、やっと感知できるところまで下がった。バカみたいに無駄打ちしてくれたのが助かったわね。このまま回避に徹して、たまに攻撃をして挑発をすれば射程圏内まで届くかもしれない。なんか落ち着いてきたわ。オーラがある程度抜けてガス抜きできたからかしらね。さっきまですごく興奮してたのに冷静になってきたわ。さて、もう無駄遣いはしてられないわけだし、そろそろ真面目に戦わないといけないわね。あの声、まさかこのタイミングで理性を取り戻したの？まだオーラ差は激しいのに？でも待て、近距離の技術は私の方が上、別にオーラが高いからといって技術が上がるわけじゃない。恩恵やカゴをうまく使えばきっと貫通できる。真の教えもある。作戦は変えずに突っ走る。あら、かくれんぼは終わり、戦う気になったの？そうね、いい策を思いついたから試したくなったのよ。面白い。私も七葉の魔女らしく魔法を駆使して戦わないと魔女って名乗れないからね。七葉、アンサンドラムヌード。勝負にもなく消費の高い技を使ってきたわね。的確に回避してやる。アンサンドラムヌード、青は極限の霊気、赤は灼熱の熱気、オーラ用を消費することで遠隔操作が可能。青色の霊気に触れれば体はたちまち氷漬けになり、行動不能になったところを確実に赤の灼熱で燃やし切る。かすればし。なんでえげつない技使ってくるのよ。言っただろう。言って返さないと、最高に苦しむ形でお前を葬ってやるよ。何か手はないのか？ダメ、避けて。なんで、ワンサさっき避けたのに？戻れたはずです、遠隔操作が可能、と。攻撃範囲まで遠隔操作で広げることもできるってことか、動かせる程度かと思った。ダメです、来ます。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみに。